日本松少年隊群像日本松少年隊、検証費日本松少年隊とは、幕末の日本松藩において、母親戦争に出陣した12歳から17歳の少年兵部隊のこと、幕府側で戦った。ただし、合図藩の白虎隊と違い当時は、対名がなく、日本松少年隊と名付けられたのは、 母親戦没者50回忌に刊行された、日本末母親少年大期からである。母親戦争への出陣は14歳未満では、不可能なのだが、日本末藩には、帰球の際には年齢を2歳加算する、入れ年という独自の制度があり、最小年齢の大使の年齢は12歳となってしまった。8番組組頭、庭うこん率いる。 大団口守備隊の大砲型重視隊として編成されていた木村重太郎指揮下の25名が特に有名である。木村は藩の西洋流法術師藩法術を習得した人物であり、大使は彼の父、木村幹事の開いた木村道場の熟生であった。26日朝、ないし27日朝に編成を命じられ、27日夜に編成を完了した。 大団口での戦いにおいて、木村をはじめその多くが戦死した。負傷し、新政府側の野戦病院として使用されていた少年寺に運ばれた者も,もいたが、やがては息絶えてしまった。これらの出来事は、母親戦争における悲劇の一つとして知られている。母親戦没者50回記では、少年のみで構成されていた木村隊の21名に、 別隊からの編入者4名を加えた25名を指すものとしていた。ただし、藩内各地に出陣した他の隊でも主に腰として少年兵が所属しており、1926年に刊行された日本末藩士以降は彼らも包括して日本末少年隊と定義することとなった。現在では、1981年までに明らかとなった高根三衛門隊3名、 にはウコン隊2名、大谷与平2名、大谷島隊2名、大谷なるみ隊2名、日野大内蔵隊2名、樽谷五左衛門隊4名、浅川八太優隊1名、その他所属部隊不明の22名を加えた合計62名を定義している。なお、当初木村隊のそれは、幼年隊と呼称されていたようである。日本松藩主。 二和氏の菩提寺でもある大隣寺に戦死者16名の墓所がある。また、日本松城跡である霞ヶ城公園には、群像彫刻や、検証碑が立っている。和負傷者は、戦死を示す。内高根源十郎と、安倍総造は同じく、二和右近大霊下の別の隊の所属であったとされる。奥田馬之助は、高根三衛門隊。 久保哲次郎は、大田になるみたいであったが、木村隊に編入された。12歳の久保豊三郎と、15歳の久保哲次郎は、兄弟であり、兄、哲次郎は病弱でありながらも、豊三郎までが行ったのに、おめおめと寝ているわけにはいきませんと言って、母親を振り切り、弟の後に続いたという。その後二人は負傷して少年寺に運ばれたが、 お互いのことを知らないままに11月1日に弟の豊三郎が12月6日に鉄次郎が亡くなったとされている。また、岡山徳次郎は大団口で戦死したとされるが、意識不明のところを土佐藩兵によって運び込まれ、同日の夕刻に死亡したとも言われる。土佐藩兵たちは、岡山の最後に心を打たれ、反感情を送ったほか、君がために死なき武士の命は、 ステヨナは残るラントの長過を読んだ。生存者のうち、三浦幸造は、豆畑で倒れていたところを、下川崎村の中八という農民に助けられ、彼の自宅にて解放された。だが、仲間や隊長が戦死した中で生き残ったことを恥じ、数年後中八が少し目を離した隙にいなく、なっていたという。水野進は、吉行と名を改め、実婚小学校長、 日本松町条約、足立軍会議員、日本松電機、仙台電機常務役などを歴任して、日本松の復興に尽力し、また、日本松母親少年隊機の編参など、少年隊の歴史の記録に努めた。安倍総造は、公僕と名を改め、陸軍将尉に任官。野木マレスケ率いる、不評第十四連隊、第二大隊第一中隊所属となり、 西南戦争にて戦死した。木村隊以外の生存者では、加藤健三は月岡義則と解明し西南戦争に参加、大谷予兵隊の山岡房次郎は南次郎と解明し、福島県医師会名誉会長を務めた。元大使水野進によれば、服装は以下のようなものであったという。上着はごろ、または木綿の筒袖であり、 着丈は短く膝までであった。北木孝三郎によれば、視認性を下げるため多くは黒く染めていたという。その上から力車羽織や人羽織を羽織った。力車羽織の地質は絹ごろであり、普通の羽織を筒つつ袖とし、背の縫い目半分ぐらい裂けたものである。氷糧袋はごろであり、長円形の袋の前後に円をつけ、紐を通して、屈伸を自在として、肩掛けとしていた。 肩印の地質輪は、麻布で、長さ三寸、幅一寸五分ぐらい、中央に、庭師のイボ門を描き、一方にクジラ、または竹を当て、その中央を紐でくくり、左の肩先に結びつけた。貝は、一定せず、ヨウバカマ、モモヒキ、立付けハカマ、リツ,ツなど様々であった。帽子は用いず、白木綿の鉢巻きを締め、紙はタブサを打ち糸で結び、背に下げた。 装備は四金三宝一門、核地味に永銃を所持していた。中隊長、北立小八隊員は同じく奥越列藩同盟の、省内藩集合大頭取であった。ありがとうございます。